時間も限られてますんで、まあ、早速なんか質疑応答に、その最初に僕の方が私の方から一つ質問をして、それからあと場内の方の質問を伝えたいと思います。まあ、まず最初にですね、まあ、この企画はすごく、まあ、面白い題材というか、まあ、末井明さんと、まあ、実際の人物 の方が、まあ、書かれたですね、まあ、自伝的な本をもとに映画化されていたから、どのようなきっかけでこの映画を、この作品を映画化されるんでしょうか。はい、よろしくお願いします。富永と申します。ですね、12、3年前に初めて読んだ本なんですけれども、その頃僕自身が、映画作りが仕事になった頃で、その頃30歳だったんですけども、それまで自主制作で、大学の頃から映画を作っていて、20代はそういうふうに過ごしてたんですけども、まあ、つまり勝手に映画を作ってたんですね。で、30歳の時に、パビリオン三照合っていう小田切二郎さん主演の映画で、まあ、初めて長編の商業映画というのを経験して、で、まあ、そこから、もう一本ぐらい作った頃に、ちょっとやっぱりそれまでの自分の映画作りと全然勝手が違うっていうことに、まあ、壁にぶつかったような感じがしてたんですね。自分はプロにならなきゃいけないっていうふうに、ちょうどそういう時に出会った本が素敵なダイナマイトスキャンダルで、で、まあ、最初読んでみると、まあ、それまで僕は末井明さんという人のことを知らなかったんですけども、当然彼がどういう雑誌を作っていたかということも、その本を読んで初めて知ったぐらいで、で、つまり、この映画でいう前半部の、はい、末井さんという人がグラフィックデザイナーになりたかったのに、紆余曲折あって、看板を書くようになって、で、そこから人とのつながりを経て、エロ雑誌の世界にもう飛び込んだ、はい、もうやっぱり素人なんですよね。で、自分は素人なんだけれども、自分なりのやり方 でやっていくしかないという、はい、いう末井さんの若い頃ですね、生き様みたいなものに、なんか慰められるような、で、また、同時に、これぐらいやらなきゃいけないんじゃないかというふうに、なんかその頃こう、刺激を受けたというか、はい、で、そんなことを思い始めたのは、その、なんか読んでからなんですけども、で、これは、この人自身 の反省が映画になるんじゃないかという、はい、そういうことを徐々に思い始めて、僕にとっては末井さんという人は、ちょっと人生の死のような存在でもあり、あと、こんなに派手に失敗しながら、はい、しぶとく生きてる人もそういないなと、しかも、まあ、映画に描いてるのは30年前までの生産ですけれども、その後の生産っていうのは、全然ご健在なので今でも、またさらに、ちょっと普通の人ではあまり経験しないようないざこざや、面白い、まあ、客観的に見ると面白いこと、にぶつかりつつ、今サックス奏者として生きているという、そんな末井さん、に、僕自身が刺激を受けたように、今 の若いものづくりをやっている人たちに見てもらいたいな、多分その30歳の時に僕が、この本をもっと早く読んどけばよかったってすごく後悔したというか、そういうのを、何でしょう、だからすごく若い人に見てもらうと、今の学生と か、そういう気持ちで作りました。末井さんと会われたっていうのは、この映画化が決まってからですか。もっと前に会われたことは、もう自分で、末井さんがいるところに行って、そうなんですか、映画にしたいですっていう。そうですか。結構突然声をかけたのでびっくりされてました。そうですか。なんか想像と違ってたところとか同じところとかありました。そうですね、いや想像通りでびっくりしたってことの方が大きいですね。本当に何考えてるかわからない人で、ちょうど
この映画のタスク君のような、まあ、まさにそれを狙ってタスク君しかいないと思ったんですけど。ああ、そうですか。あ、でも、江本さん、タスクはもう最初からもう頭の中で。そうですね、最初から決めてましたね。楽しく見させていただきました。ありがとうございます。すごい細かいところなんですけど、出てくる男性陣、アップになった時に、メガネが全員汚いんですけど、あれはどういった意図があったんでしょうか。ですね、これはちょっとだけ末さんのご本に書かれてるんですけども、キャバレーの看板を書いておられた頃に、理想の自分と現実の自分のギャップにすごい悩んでいて、まあ、自分は本来はグラフィックデザイナーになりたいのに看板なんか書いているっていう、そういう自分を卑下する気持ちを持ちながら毎晩歓楽街に通ってたんですけど、周りの人たちはみんなホステスさんだったりキャバレーのマネージャーだったり、みんなもう死に物狂いで働いてたそうなんですね。で、まあ、時代背景と考えても、まあ、まだ経済成長期っていうか昭和中期の頃で、だから、その時代を僕自身はまだ小さかったので全然覚えてないんですけども、どうもそういう、主人公のうじうじした視点から見ると、みんなもう服が汚れてようが眼鏡が壊れてようが怪我してようが平然と仕事をしていたというふうにちょっと書かれてあったんですよ。でそれ にすごくヒントをもらって、つまり主人公にとって自分を厳しく、叱ったり、まあ、分かりやすく言うと自分にとって敵になるような人たちはみんな メガネが汚れている、 で必ずどっかしら怪我をしているっていうふうに、そういうふうに仕込んでいったら絵的に一番分かりやすいんじゃないかなと思ったんですね。でつまりわざわざそれだけのために、セリフをこしらえて一場面作るよりも常にそういう人物が出てくるっていういうことで、見てくれる人たちの中にちょっと引っかかるものが生まれればと思ったんですけども、ちょっとメガネはね汚しすぎたなというふうにこうやってご質問いただくぐらいなんで、本当はもっとサブリミナルな感じでというか、あまり、気づかれないようにやりたかったんですけども、ただメガネはあれくらい汚さないと絵に映らなかったので、だから俳優さんたちはみんな本当に前が見えないっていうふうに、松重さんはねずっと座ってるお芝居だったので、まあ、松重さんは大丈夫だろうと思って特に汚したんですけども、すごい気になると言われましたね。つまりなんか場面を、まあ、ちょっと繰り返しになりますけども、そのために場面を作る代わりに前編にわたって、主人公 の壁になる人たちには汚い眼鏡をしてもらって怪我をしているというふうに、まあ一つの演出って言いますかね、そういう形で作りました。だからシナリオにはそれは書いてなくて、衣装合わせ小道具 の確認の時に思いついてそういうふうにしました。ありがとうございます。はい、末さん自身が、まあ、いろんな雑誌を作られたり、はい、まあ、今回の映画でも多分奏者として、はい、音楽も参加されたりした、ある意味クリエイターだと思うんですけれども、はい、監督自身、まあ、映画を作られていることで、そのクリエイターとして の制作に一番こう共感といいますか、はい、そういうふうに思われた部分がありましたら教えていただけますでしょうか。はい、ですね、もうこれはですね、警察とのやり取りの中で結構発揮されたらしいんですけれども、この映画でも少し触れてはおりますけども、つまり江本佑君と松重豊さんのやり取りをしているシーンが、そのまま原作にもあるんですね。で、女の人の股間を写真の中でどういうふうに見せるかという警察の攻防があって、毎月警視庁の風紀係に出頭っていうか出向っていうか、叱られに行かなきゃいけなかったらしいんです。そこで、この映画にあるようにいちいちこうチェックされて、
はみ出てるとか消しが甘いとかっていうふうに言われるたびに、じゃ あのはみ出で良くないものを剃ってしまえっていう、これって怒られたから対応するっていう、それがまずいんだったらじゃあこうしてやろうっていうふうに、だから警察と警察とっていうか、そう、まあ、ルールですよね。まあ、これはどういうルールなのかわからないですけど、ね、そうに、触れるんだったら違う方法で読者の人たちを楽しませようっていう、そういう必要があって生み出される方法っていうか、抜け道って言ったらいいかもしれないですけど、なんかそういう時に生産のもうクリエイティビティがおそらく一番発揮されてたんじゃないかなと思うんですね。僕らの映画の作り方も、これはだからほとんどの映画がそうかもしれませんけれども、時間がないとか、お金がないとか、これは誰も言い訳のつもりで言ってるわけじゃないですけど、ちょっとそういう方が、楽しかったりする部分もあって、つまりないならどうしようっていう次のアイデアを出すためのきっかけになるんですね。で、さっきも言いましたけど、僕ずっと30歳までは勝手に映画を作ってたので、まあほとんどの人そうかもしれませんけど、そういう時に、プロフェッショナルなやり方を身につけて、お金も時間もないのにその方法でやるっていうよりは、今何もないのに自分 が表現したことをやるにはどうするかっていうのをやっぱりずっと考えてたと思うんですね。それみんなそうだと思うんですけども、でそういう自分と生産がやってたことがすごく似てるような気がして、でしかもそれはこれからもずっと続くし、今もそうだし、この映画もそんな風な発想で作った場面がたくさんあるんですね。でこれはね、生産だけじゃないかもしれないんですけども、もうそれをさも愉快なことのように読者に伝えてくれるっていうのが、本当に読んで楽しい上に役に立つという、最初は読者としてでしたけれども、クリエイターとしての生産の凄さっていうのは、そういう形で知りました。ありがとうございました。